続きまして、皆さんがキャリアコンサルタントの国家試験に合格された後のサポートについてご案内します。NPO 障害学習という団体で行っていくものです。NPO 障害学習は REC グループで、キャリアコンサルタントの皆様自身のキャリア形成に役立つ情報やコンテンツを提供しています。 まあ、オンラインね、ズームを使ったオンラインタイムというのも毎月1回やっていまして、リアルタイム双方向でセミナーとサロンを行っています。それ以外にも、レックの更新講習や技能検定の対策講座の受講料の2割引きが受けられます。また、こちら皆さん気になるところかと思いますけれども、レックの、あの、パートナー講師やの募集や採用情報なども NPO 障害学習登録者の方にお送りしています。 また、レックの公共事業ですね、のキャリアコンサルタント募集の情報が入った時ですとか、レックの公務員講座ですとか、大学生向けの ES エントリーシートですね、添削などのお仕事情報が入ってきた時には、これをメールで提供しています。はい、皆さんが資格を取られた後でお仕事の第一歩を踏み出すときに、お仕事情報はとても必要だと思いますので、それらの役に立つ情報をお送りしています。 それからキャリアコンサルタントの交流会をレックと共催で行っています。皆さんね、4号、号6月への目標試験合格後、合格発表後なので、2024年の2月頃にオンラインで全国の皆様とおつなぎして交流会をやりたいと思っています。内容としては専門家の講演やオンライングループによる懇親会などを予定しています。 はい。まあ、この交流会なんですけれども、コロナがね、拡大する前までは、実際に集合形式でやっていましたが、今はオンラインで行っています。この NPO 障害学習のカウンセラー登録ですけれども、まあ、あの登録料をお支払いいただくことで5年間有効で様々な情報を受けられますので、ぜひ合格後はご検討いただけたらいいかなと思っています。